先日デュラララ3ウェイスタンドオフを購入したのですが、特典のチビイザヤマスコットとチビシゾーマスコットの対象年齢が15歳以上となっていて、高くない？と友達と話していました。ちなみにマシュマロさんは、中学校2年生14歳ですね、イザヤとシズオはマスコットになっても14歳以下には刺激が強いのでしょうかと。かわいい、ちょっと画像あるけど、今こちらにね、画像ありますけど、いや全かわいらしい、うん、でもほら多分口に入れちゃいけないからでしょにしても高くね14歳は口入れないだろうフィギュア。わかんないじゃん、お腹空いて口入れちゃうかもしれないでしょ。あこれしかねえからっつって、うん、それがなんか、イザヤが好きすぎてペロペロしちゃうかもしれないじゃないか、ペロペロしちゃうかもしれないじゃないか、なるほどね、うん、わかんないけどさ知らないけどさ、なぜか納得してしまう人たちっていう、ああそうね、どうなんでしょうね。まあだから多分イザヤさんとかシズオさんに関わると危険だからっていうことなんじゃないですか。おお、だからせめて15歳以上ぐらいになってからじゃないと騙されたりしちゃうよと。ああそっか、うん、まあね、シズオは大丈夫かもしれないけどイザヤさんはね、そうちょっと対象年齢高いからね。イザヤさんは危険だよ危険ですね本当に、うん、絶対危ないもん、うん、でもこのストラップ欲しいな、マスコットか、かわいいね、うん、ね、かわいらしい、うん、なんでトシ君ないんだろうね、トシ君マスコット、うん、本当だよ、うん、じゃあ作ってトシ君マスコット、帝じゃねえんだ確かに俺マスコットなんだ、メガネ着脱可能、お凝ってるそんなに凝っちゃうの、うん、あそうだ、手広げて、お両手広げて、わーっそう、いいじゃん、欲しいかないるかな、いるいるいるかな、うん、じゃあデュラララこれ聞いてる人じゃあ、うん、うん、欲しい欲しい人じゃあ連絡ください。そうだね、欲しいって、うん、ちょっとラジオのじゃあノベルティに、はい、ああぜひ、うん、じゃあ花ちゃんも作りましょう。何？なんか作ってくれんの？あの蝶々の羽。え？絵が怖いよ。花ちゃん絵が怖いよ。もうちょっと敬ってよ。敬え？いいじゃん、じゃあなんかなんだろうな。うん、なんだろうな出てこないからなんかもうちょっとなんか可愛いやつにして、可愛いやつって、だってお色気のあるやつにして、はなちゃんもうまんまで可愛いからね危ない危ない、投げないで、はなちゃん物を投げないで、物を投げないで、私物を投げないでねえ、ねえ、もう好きだけど、なんか私もそろそろドキドキしないかなでも笑うことしかできない花ちゃんですよ皆さんどうですか皆さん、いかがでしょうか満足していただけましたでしょうかリスナーの皆様なんかイライラするイライラするんだけどじゃあ次行こう、じゃあ次、何これ、次行こう、はい、次行こう、はい